アンスト、アンスト、NST。ウンストとも発音する。は、スコットランド・シェトランド諸島北部の北方諸島の一つである。ブリテン諸島における最北の有人地域であり、シェトランド諸島の中で、本島、イエル島に次いで3番目に大きい。面積は46平方マイル。人口密度は5.2人、平方キロメートル。最高地点は、サクサボード。 アンスト島は広大な草原と海岸の崖から構成されている。中心の村は、かつて、ラーウィックに次いで2番目に大きいン漁港であり今は、レジャーセンターや空港の所在地となっているバルタサウンドである。他の集落は、グリーンウェルズブースやマネス城のあるヨワイウンド、及び、ボートの博物館や郷土資料館のあるハロルズウィックがある。 シェトランドに分けると以前の未知の起源の名前を持つ、フェトラー島、アンスト島、イエル島の三つの島が存在する。これら三島の名前の最も初期の記録は、コノルド語に紐づけており、フェトラーは、フェティルの複数形であり、片紐を、アマストは、麦わらの山であり、アラは、深いくぼみを意味する、リットルから来ている、としている。しかしながら、これらの説は、 透明の起源として確実なものであるとは言い難く、おそらくは、ノース人より前の言語の方案とも考えられる。これは、ピクト語の可能性も考えられるが、明確な証拠はない。アイザック・テイラーの、ネームズ・ゼア・ヒストリーズでは、ワシノスを意味するこのルド語をオーニストの歯型が示唆されている。マネスジョーザ、セトランド・アメニティトラストのプロジェクトバイキング・アンスと、 アンスト島におけるノース人の史跡の一部を発掘して公開した。島内全体で存在が60件が知られているロングハウスのうちハマー、アンダーハウル、ベルモントにある3つについて作業が行われた。バイキング船の複製スキットブレードナーが現在ハロルズウィックの港で公開されている。12世紀以前のキリスト教会の遺構がアンスト島には計2つ、 南西のルンドにあるセイオラフ教会、南東の海岸サンドウィックのフレームゴードにある貴婦人教会が残っている。ルンドとフレームゴードの双方の墓地にノース人の様式である十字型の破壊手が立っており、フレームゴードには数少ないキールストンの墓標が残っている。後期ノース人時代のロングハウスが両者の港の周辺で確認されており、そのうちサンドウィックのものは 牛の形をした牛舎の扉を今なお保持している。小さな十字型の墓標と転覆した船の竜骨の形の破壊しのキリスト教会にて。1567年、ボスウェル博、ジェームズ・ヘップバーンは6月のカーベリーヒルの戦いの後、治療であったシェトランドに渡り、アンスト島に滞在していた。7月に、静敵マリ博の軍が3艘の船で現れ、 バルタサウンドでの3時間の海戦の後、ノルウェーへ逃れた。後のシェトランドの長官ローレンス・ブルースは1598年にマネス城を建てた。19世紀後半の作家ロバート・ルイス・スティーブンソンの父とおじはマックル・フラッパ東大の主な設計技師だった。スティーブンソン自身はエディンバラの出身ではあるが、 アンスト島を訪れており、小説宝島の地図のもとにしたと言われている。1950年代、カナダの社会学者、アービング・ゴフマンは、博士論文のため1年間アンスト島で民族学研究を行っており、彼の代表的な出版物である日常、生活における自己提示、および彼の開発した社会学的観察手法であるドラマツルギーのもととなった。 2007年1月7日、アンスト島は ML4.9 の地震に襲われた。この地震はノルウェー海一帯で過去10年間における最大の地震の一つであるとされる。この島には多くのイギリス最北の称号がある。ノルウェー最西端の地域ベストラントは3 0 0トル離れている。アンスト島とフェトラー島は主に長鉄質岩と 区鉄質かなーワから形成されており、それらはカレドニア造山運動によって破壊されたイアペトス海の海洋近くに由来するオフヨライトの一部を形成すると考えられている。アンスト島には一時期、クロム鉄鋼採掘場がいくつか存在しており、そのうちの一つでハグデールクローミットレールウェイが1907年から1937年まで運行されていた。また、 1960年にハグデールでニッケルマイナスマグネシウム鉱物の一種にが発見されており、アンスト島は鉱物水酸化ニッケルの模式産地となっている。アンスト島バス待合所フェリーがベルモントとイえル島のガッチャー及びフェトラー島のアドスタを結んでいる。アンスト島バス待合所はバルタサウンドの村近くのバス停留所である。廃止から救った子供の名を取って、 ボビーのバス待合所とも呼ばれており、テレビが置かれるなど、家庭の快適さが備えられており、地元の住民たちによって維持されている。アンスト島には、プロモーティングアンスト、リニューアブルエネルギーウィンドハイドロゲンプロジェクトがある。このプロジェクトは、水素製造技術をベースとした、地域社会所有のクリーンエネルギーシステムであり、共同体のディベロップメントトラスト、デベロップメントトラスト、 地域課題に取り組む非営利組織イギリス各地で見られる。であるアンストパートナーシップの一部である。ピュアエネルギーセンターはピュアプロジェクトを通じて習得した技術と知識を用いて構成され、島内の様々な場所に水素システムを設置している。アンスト島の南端、島のフェリーターミナル近くにベルモントハウスがある。1775年に記録が遡り、おそらくは 北部諸島において当時最も意欲的であり、現在まで変更がほとんど加えられていない古典的な邸宅と言われている。1996年から2010年の間に修復工事が行われ、今は修復工事以来元の事前団体によって貸し出しスペースとして使われている。島の人口は2011年の国勢調査で632人と記録されており、 2001年と比較すると12%減少している。なお、同時期のスコットランドの島し部全体の人口は4%増加し10万3702人になっている。2016年、島は BBC2 の番組アンアイランドパリッシュシリーズ11の舞台となった。島の北にある丘サクサボードにはイギリス空軍レーダー基地が置かれていたが、2006年に 閉鎖され100人以上の雇用が失われた。翌2007年4月、イギリス空軍のサクサボード居住区域及び中腹部基地への道はハイランドの起業家、フランク・ストラングによって購入され、サクサボードリゾートと改名された。ストラングの会社ミリタリーアセットマネージメントは、余剰防衛資産の再生を専門としており、空軍基地は観光拠点、 および自然や文化の遺産センターに生まれ変わった。2013年現在、自炊型コテージや定員26人の寝室のある、合宿所といった宿泊施設、レストランやバー、娯楽設備、ガイド付きの散策プログラムなどを備えている。サクサボードの敷地には、アンストサイクルハイヤー、シェトランド唯一の蒸留所シェトランドリール、そして、 シェトランド唯一のショコラティエであるフォードのチョコレートの3つの地域事業がある。なお、2017年まではバルハラ醸造所が存在した。アンスト島はハーマネス国立自然保護区を海鳥の生息地として重要である。また、ノルウェーの蜜釣りやアンスト島固有種であるシェトランドミミナグサに代表される植生によっても知られている。島でよく見られるカモメカは、 ボンキシーの名で知られている。ありがとうございます。